おはようございます。本日のスマクチラ、丸山久我音さんのオーバーロードです。異世界転生もので有名な作品です。重厚な世界観、そしてチート能力を持ちつつ悲哀に満ちた主人公の思い、たまりません。圧倒的な能力を持つアンデッドの命に対する道化、仲間への意識、不条理なまでの力にそれでも抗う登場人物たち、激しいバトルの中で二面的な群像劇が丁寧に描かれていくのです。ぜひお読みくださいませ。